です。よろしくお願いします。今日はですね、みんなで SM 診断をしたいと思います。 SM 診断、そう、なんかあるんだよね、こうやって調べて、なんか SM 診断みたいな、なんか検索すると、そういう自分が S か M か分かるものがあって、診断してくれるのがあって、今日はそれをちょっとみんなで質問に答えて、S か M か、うわー、分かると。そう、まず1問目が、次のうちで最優先のものを選ぶならどれ、1個目が夢や目標、2個目が仕事や勉強、次が恋愛、最後が自由な時間。もうやって選べない。難しいね、これすぐ選べますよ、私。あれ、嘘、夢、目標、やっぱ優先なんだわ。私、仕事かな。意外。でも夢が仕事だからさ、これ難しいよね。あ、まあ確かに。勉強じゃないって思ったら、私は夢は目標かな。でも生活していくために、仕事かな。あ、まあまあまあ必要ですけど、仕事、時と場合、時、今でしょ、今のことだよね、これ最優先なの、今。仕事や勉強かな。はい、次、2個目、はい、休みの日はどう過ごすのが好き、映画やショッピングに出かける、洗濯したり掃除機かけたり、特に何をすることもなく休む、で友達と遊んだり恋人とデート、この4択です。私、映画ショッピングですね。休みの日、休みの日はもうひたすら寝てるね。ハードだからシャーベットがね、ひたすら寝て。でも友達にも会いたいのよね、友達と遊んだり恋人とデート。決まった、みんな。決まった、はい。じゃあ3つ目、好きな相手と対面するとあなたは、1つ目が相手に合わせようとするタイプか、威張った態度になるか、いわゆるツンデレ、それか常に笑顔ベース。どれだろうな。私、合わせますね、全部。おお、だから自分の感情がなくなったら急に好きじゃなくなるタイプです。怖いじゃないですか。サイコパスの S 出てこない、これ。やばいね、合わせようとする。次、4、恋人にプレゼントされたいのはどれ、ブランド物や、ブランド物の服やアクセサリー、愛情が詰まっていれば何でもいい、言うことを何でも聞いてくれる件、相手が自分で気に入っているもの。おー、だから相手のおすすめのものってこと。愛情が詰まっていれば、でもなんかその選んでくれてる時間が私結構好きで、プレゼント、誕生日プレゼントとか、そうじゃ ん割と何でもいい、何でもいいって言われて、石ころとか渡されても、ね、それは選んでなくないですか。愛情が詰まってない。確かに、この自分のために選んでくれたものだったら何でもいいかも。恋人から何か頼まれた時は、やれることならやる、2個目ができるだけ叶えてあげたい、決してやろうとしない、最後、めんどくさいからやらない。まあ、やれることだったらやる。でもこれ、できるだけ叶えてあげたい、できるだけやれることならば、できるだけ叶えてあげたいの方が思いが強いじゃないですか。やれることならばやる。次いきますか。6、6問目、小さい頃どう遊ぶのが好きだった、1個目、野外で駆け回って遊ぶ、2個目、何か収集する、3個目、兄弟や友人について行って遊ぶ、最後、お絵描き、パズルなど。ずっと外いた気がするな。さすが。私も高森好きだったの、ずっと。懐かしい。決まりましたか。はい、みんな、過去のことなんで、ね、じゃあ次、はい、なんて読むこれ、闇鍋。闇鍋読めるでしょ。闇鍋って何。なんかその暗闇でお鍋をやるんですけど、暗いから何の具材が入ってるか分かんない。なるほどね。だからなんかそんなことする人いるの。いや、意外と YouTuber さんとかはいますよ。へえ。だからもういろんなものが入ってるって。そうそうそう。変なもん食べたら嫌じゃん。はい、はい、することになったらどう思う。うわ、楽しそう。かなり怖いけどちょっとワクワク。お肉を入れた場所を記憶しておく。最後、暗くして鍋をするなんて意味不明。暗くして最後なんですけど。さっき言ってたもんね。どうしよう。お肉を入れた場所はでも覚えておくかも。私、ワクワクです。
では次行くね、はい、外人に話しかけられたが言葉がわからない、うん、言葉が理解できないと伝える、何とかして手を尽くして助ける、うん、次、とりあえず話だけ聞いてみる、無視して素通り。これは割と私次やと当てて一緒に行っちゃう。じゃあ9、はい、気になる人が友達の友達だったら、1、友達から情報を聞き出す、2、紹介してと頼んでみる、3、あくまで自力でアプローチ、4、特に何もしない。それは友達から情報聞くでしょ。うん、情報聞く、ね、聞く聞くじゃあ最後ね、はい、罰ゲームになり次から一つ選ぶと言われたら、1、みんなの前で変顔をする、2、気になる人の名前を明かす、3、勝者の指示通りのことをする、4、何かを一気に早食い。早食いです。勝者の指示通りにことをするかも。早食いかな。早食い、私も早食いですね。早食いかな。ここも早食い。ひとちゃんさんは勝者の指示通りのことする。じゃあ鼻からちょっと歩いてその勝者やばいよ。そんな人はもう我慢に絵を切りましょう。これで終わりました。終わりましたね。これで結果を見るを押せばいい。うん、はい。緊張するね。わかんないもんね、だって自分がね。いきますか。せーの、せい。あ、なんか、へぇ、おぉ、おぉ、じゃあ一人ずつ。嘘でしょ。じゃあみなみさん最後にしますか。コンコンは、せぇ、うん、あなたは性格的に責められるのが大好きな親向き。嘘なの。嘘、意外すぎるんだけど。それなんだ。コンコン S だと思った。 S だと思った。気になる。ひとちゃんは、あなたは性格的に責められるのが大好きなドイツ。いや、想像通りです。ですよねって感じ。怖いよね、あの書いてあることはもうコンコンって一緒なんですけど。のぞみも恥ずかしい。私ですね、今まで自分では分からなかったんですが、あなたは性格的にちょっぴり攻められ好きな M 度高め気質です。何それ。ド M ではないってことか。だから書いてあるのは、なんか厳しすぎるのはさすがに嫌だけど、軽くとかだったらなんか受け入れちゃうみたいな。そう、程度によるけど、優しいよりちょっと意地悪な方が心地いいらしいです。あえ、みなりんは？みより聞く？聞く、聞きたいです。みよりね、あなたは性格的に責められるのが大好きなドヤ向き。あれ、この辺は合ってますか？大丈夫ですか？待って、今この画面上に M キッスのある子しか映ってない。M の集まり。ルナちゃんとかめっちゃやりたくない？いやもう意外とM とか S いるんですか、この中に。へぇー、面白い。アーミさん、キヨちゃんとか。キヨちゃんが S だったら面白いな。逆に行くパターンもあるかも。逆に意外な結果でしたね。面白かった。みんなでやってみよう。やってみましょう。ぜひあの画面の皆さんも、はい、ぜひやってみてください。ということで今日は、はい、S か M か診断をやってみました。そしてチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。